末吉橋は、神奈川県横浜市、川崎市境の鶴見川に架か,かる道路橋である。北西から南東方向に流れる鶴見川に架か,かり、右岸が横浜市鶴見区城、末吉五丁目。左岸は川崎市幸区小倉五丁目であるが、下流側100メートル足らずの位置に、市境があり、その先は鶴見区高家崎町となる。1.2キロメートルほど上流に、 神奈川県道111号大田神奈川線の高野大橋 1.6km ほど下流には国道1号の新鶴見橋がかかる。左岸に末吉橋交差点、右岸に上末吉交差点があり、両交差点の間は神奈川県道14号鶴見溝の口線と神奈川県道140号川崎町田線の重複区間となる。鶴見溝の口線は 右岸南側の鶴見駅方面から、末吉橋交差点を右折して末吉橋を渡り、末吉橋交差点で左折して北進し、中原区方面へ向かう。末吉橋交差点より、北の鶴見溝の口線は、知って黒川道路とも称する。川崎町田線は、左岸南側の川崎駅方面から、末吉橋交差点を左折して末吉橋を渡り、 上末吉交差点を右折して精神し、津那島街道方面へと至る。末吉橋から上末吉交差点を直進すると、環状2号線となり、新横浜方面へと通じる。交通の要衝であることから慢性的な渋滞が生じ、特に川崎駅方面から左折する際の最大渋滞長は460メートルほどになる。末吉橋を渡る路線バスは、 川崎駅西口と、綱島駅を結ぶ川五十一系統、鶴見駅東口と、高家先を結ぶ鶴十一系統が、いずれも川崎鶴見臨港バスにより運行されている。臨港バスの末吉橋バス停は、橋の左岸にあり、右岸には、末吉橋に沈めバス停がある。横浜市営バスの末吉橋バス停は右岸にあるが、鶴見駅方面と、綱島駅、または、 環状二号方面を結ぶ路線のみで橋を渡る便はない。橋梁付近の鶴見川左岸には国土交通省の末吉橋水位観測所があり、1944年から観測が続けられている。横浜市内には中区の大岡川にも同盟の橋が架かる。この地に最初に橋が架けられた時期は不詳であるが、1881年測量の 第一軍艦地方人速速図にはこの近辺に橋があったことが確認できる。鶴見川と多摩川は古くから暴れ川として知られ、幾度となく水害を起こしてきた。1907年8月に多摩川からの一水で鶴見川砂岩に大きな被害をもたらした時以来、鶴見川の地水は長年の悲願であった。 1938年6月末から7月初めにかけての豪雨では鶴見川が氾濫し、1200戸を超える重戸が床上浸水に見舞われた。当時の神奈川県知事の中井清は末次信政内務大臣に現地視察を要請。国費による河川改修が決定し、重火年計画の改修工事が1939年11月16日に寄港した。 左岸の小倉地区はかつては農業が盛んで、明治初期から大正までトマトが盛んに栽培され、大正時代には2軒のケチャップの工場があった。鶴見川を利用した水運が行われ、末吉橋には製品を積み下ろす中継所が1940年頃まで設けられていた。右岸の上、末吉地区も第二次世界大戦以前は農業地帯で水密桃や キュウリなどの栽培が盛んであったが、戦後は、京浜工業地帯の発展に合わせて、急速に宅地化が進んだ。1950年に末吉橋の上流側半分となる部分が仮設。1964年には下流側半分が完成し、車道4.5メートル往復各一車線、両側に幅1.5メートルの歩道を持つ、総福院13.3メートルの橋となった。 歩道が境外であることに加え、竣工から50年が経過し、老朽化が目立ってきたことから、2015年に横浜市と川崎市は共同事業として橋の掛け替えに着手すると発表した。横浜市が事業主体となり、費用は漁師が半分ずつ負担する。2014年11月に実施した点検では、健全度通と判定されたが、前屈により、 橋脚の基礎が露出していることが分かり、2016年12月に再度点検したところ健全度3と判定されている。新たな橋は、車道が幅3.25メートル往復各1、車線に左岸の末吉橋交差点の右折車線が加わる。右岸の上末吉交差点の右折車線は30メートルから60メートルに伸ばし、一部が橋梁部にかかる。両側部に、 季節橋の2.5倍の幅3.75メートルの歩道が設けられ、総幅員は13.3メートルから18.8メートルに拡幅される。橋脚は季節橋の4基から2基に減じ、工宇治のスムーズな川の流れを確保する。株部の工事は体制建設、東洋建設の共同企業体が実施する。2019年から2021年にかけて、 季節橋の上流側に作業工台、下流側に仮橋を設置。2020年から2022年にかけて、季節橋上部校を撤去。2021年から2023年にかけて、季節橋の橋脚及び橋台を撤去。2022年から2026年にかけて、新設橋の橋脚及び橋台を築造。2026年から2027年にかけて、 新設橋の上部港を仮設。2026年から2029年にかけて、仮橋、作業工台が撤去される。橋脚、橋台工事や仮橋、作業工台の設置及び撤去など、河川内の作業は、非出水期の11月から5月にかけてしか行うことができず、2019年の着工から2029年の完成まで10年を要する計画である。 ありがとうございます。